久保さん。お金の問題。お金の問題と言えば、人生の問題ですね。いやー、生きていく上でお金っつうのは必要ですからね。うーん。そうそうそう。この、あのー、なんだ、僕あの、免停くらったことあるんですけど、免停もね、まず切符。違反すると、交通違反金。お金ですね。 で、その、免停30日間。でね、あの、行くわけですよ。そしたら言われるわけです。今日、講習を受けると、この30日が1日になりますと。1日講習を受けると、この30日免除になりますと。で、その講習代が1万5千円くらいかな。で、お金を払って、その講習を受けると、30日がなんと1日になってしまうと。1日間講習を受けて、次の日にはもう乗れますよと。 お金を払うと。だけどお金を払わないと30日間。お金ですね <laughs>。これはどうなんですか <laughs> ちょっとここは30日間お金もクソもなく静かにしてろよってした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ僕はありがたいのでお金払ってね。でも学生の2人ぐらい、多分ね30人,30人ぐらい来てたんですよ。で結構上の人、まあ仕事でまあ使うから っていう感じの人、まあがまあ、ほぼなんですよね。で、学生の子学生の子は2人か1人ぐらい。あの,あのお金払わずあの去ってきましたね。<laughs> どうなんですかね？これはお金を払うと違反が。免除されるっていうね。これ身近な日本の事例ですからね。で、日本に住んでるわけじゃないですか？ まあ、あなたがメンテー食らったことがないんだったらわかんないですけど。でもね、一時停止とか、あとは、なんだ、中の路,中路中で中金中金とかどうすかね。いや、吉谷さん、私はそんな、一回も罰金払ったことないですよっていう人もいるかもしれないですけど、罰金あるんですよ。ね。まあ、あと、お医者さん、お金かかりますね。まあ、日本は保険代、保険料っていうのが、保険が、き 健康保険。7割が国が負担するというか、で、3割負担ですかでも3割を負担しないといけないですよ。だから1000万だったら、300万負担しないといけないですよ。医療。そうですよね。3割負担だから。うん。だからまあ、あとは死んでも墓、まあ、墓作んないよとかね、お葬式しないよってことだったらあれですけど、死んでもお葬式代、墓代、どうすか。死んでも金かかるんですよ。だから、あの、正直その、なんだろうな、 あのー、この話を聞いてどう思うかわからないですけど、どまあ、久保さんがね、一円に真剣になれと、一円を稼ぐことに真剣になれっていうことは、生きることに真剣に生きてるってことじゃないですかね。だって全てにお金がやっぱかかってしまうので、生きていく上でですよ死んでも金がかかっていくわけですから。だから一円を真剣に考えて稼ぎに行くっていうのは、本当に真剣に生きてる人なんじゃないかなと思うんですよね。人生を、多分。 これね、あのー、僕が思い出したんですけど、今ね、あのー、あれなんですよ。この、お金がないっていうドラマでね、すごく名シーンが何個かあるんですけど、あのー、まあ、小田裕二さんが主人公で、まあ、その社長がいて、で、その社長の下に、まあ、ついて出世、まあ、いろいろなことやって出世してって、つって、なんか、すごいことになってくるんですよ。で最初、小田裕二さんは、本当貧乏でお金がなくて、1円とか100円を拾ってたんですよ。 円円とか100円を拾ってたんですよ。で、小田裕二さんがねどん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 成長するにあたって、ま、お金なんか余裕で稼げるみたいなプレゼントいくらでも買えるよみたいなで目の前のあのこシーンがあるんですけど目の前の100円か1円をこうスルーするシーンがあるんですよだからそのお金がなんか何かが見えなくなってるってことですね今までは見えてたものがそのお金を手にして見えなくなってしまったとみたいななんかそういう絵面があるんですよ だけどね、このお金がないのですごく興味深いのがここなんです。お金がないドラマのこのね、見どころなんですよ。で、そのトップのね、社長。トップのすげえ、もう、まあ、小田裕二さんよりも,もちろんトップの社長でめちゃめちゃ稼いでるとかね、もう,もう金持ちですよ。その社長。100円すかこう、こう拾うわけですよ。拾って、ふっふっふ,っふみたいになって、その社長室になんか貯金箱があるんですけど、その、ぶって入れるんですよ。 すご,なす,ねね、すごいなですかこれね僕ねすごいなと思うんですよねだそ,そのなんだろうなこの3パターンですよねめちゃめちゃ上でおだ、あのー、もうすげえ金持ってるとだけど目の前の100円をこうフふフッって引いて入れるんですよどうですかねだからこの3パターンの絵面がお金がなくてお金を大切にする場合とお金を手にしてお金を まあ、粗末にはないですけど、見えなくなる。だけど、もう一つの社長さんは、めちゃめちゃ成功してる、大成功してるけど、100円を拾って、ふうふうって、拭いてね、貯金箱に入れるっていう。こうすごいないですか。だからこれ3種類が、人間には3種類いるみたいなね。<laughs> なんか、まあ、そんな感じですかね。か僕結構ね、すごくあれは興味深かったですよね。あれうまくできてるなと思いましたね。だから、一番いいのは、 多分、お金もあるけど、目の前のお金を見て、しっかりとそれを大切にするっていうのが、一番最強なんじゃないかなと思うんですよね。うん。だからまあ、僕もいくらお金稼いだとしても、やっぱ1円取りに行くしっていう、やっぱそこ大事だなと思うんですよね。うん。だからそれはいろんな経験だったりとか、まあドラマ、そのドラマでも学びましたけど、お金ってそもそも何なんだろうっていうところで、やっぱね、 大事なんででお金はうん生きていく上でねだからそのお金を稼がないっていうことはお金人生から逃げてるんじゃないかなと思いますねいってらっしゃい。